こんにちは、FireEX デッキです。もうリガードン EX の動画はいっぱい出ていると思うので、丸役でで運用していきます。というか今の環境であれば丸役での方が強いまであるかもしれません。その理由についてお話ししつつ動画の場つなぎをしていきたいと思います。まず丸役ででいい理由の一つと言いますか、FireEX さえいればミュウツー EX は倒せるんですよね。リガードン EX で運用する場合はデッキの枠がいっぱいになっちゃうんですけど、丸役での場合デッキにスペースが2つ空くことになるので榊を採用することができるんです。その場合 FireEX のヒートブラスト2回と榊1回、そのコンボでミュウツー EX を倒すことが可能になっています。その場合最初に劣化の前でエネルギーを付与する必要があるのは FireEX になります。2回連続でヒートブラストを使えるようにする準備です。もしくはスピーダー運用の入れ替えヒートブラストコンボ。相手の準備が整う前にミュウツー EX を撃破することで出花をくじく作戦もあります。裏目は傷薬による回復です。リガードン EX の場合は確実にワンパンできるので悩む必要はないんですけど、リガードン EX はリガードン EX で進化が間に合わない場合もあったりしますよね。なのでそこは好きな方を使えばいいかなって感じです。言い忘れてましたけど、このデッキの勝率は一応10戦6勝の勝ち越し。リガードンパックをメインに引いてない人でも作りやすいデッキとしては結構いい勝率だとは思います。一回恥ずかしいほどのミスをしなければ勝率 70% だったので、そこがちょっと心残りです。そんな感じである程度 FireEX だけでどうにかなるんですよね。それはフリーザー EX に対しても同じことが言えて、そちらはヒートブラスト2回で撃破可能になっています。FireEX の弱点は電気なので弱点特攻を気にする必要もありませんし、勝てる可能性が十分にあるのがいい点です。そしてフリーザー EX に対しては丸役でも同じような勝ち筋があって、丸役でプラス榊のコンボで140ダメージが出せるのでフリーザー EX をワンパン可能なんですよね。そんな感じで環境デッキに対しても戦えつつ節約デッキにもなっていて、炎タイプ単なのにもかかわらず、弱点属性が水と電気、状況によっては弱点属性を回避できるのが魅力的です。とにもかくにも炎タイプは攻撃力が高いポケモンが多くていいですよね。FireEX でエネルギーも十分蓄えることが可能ですし、スーパックは一戦級の活躍をしてくれる EX カードだと思ってます。もしかしたら一番長く使われる可能性があるかもしれないですよね。FireEX とカスミとサーナイト、このあたりは調整とインフレがない限りは最強だと思います。多分ね、そこはポケポケがコレクション重視で舵を切っていくのか、はたまたランクマを実装して競技性を重視していくのか、そこ次第かなって感じです。皆さんはどっちの方がいいですか？私は対戦重視が嬉しいんですけど、難しいところですよね。対戦重視にした場合、不要カードの分解機能を導入しないと札束バトルになりますし、公式の X が荒れる要因にしかならないんですよね。かといって1日にパック引いて1人対戦を1回する。それもそれで廃れる気しかしていません。難しいですね。対戦に勝つともらえる報酬イベントを定期的に開催する。そういう感じで行く予感はありますけど、私にはわかりません。わかることはそろそろ動画も終わりということだけ。結論は FireEX だけでも十分戦える。個人的にはそういう感じに落ち着いた気がします。あとはリガードンでもウィンディでも丸役ででもいい。とりあえず火力が高ければ十分に戦えると思いました。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。